こんにちは、トヨです。ついに新情報が出ましたね。ビッグラン関連の情報ですよね。来月12月1日から新シーズンが開始っていうことで、今 PV 見てるんですけど、楽しみでしょうがないですね。この辺のさ、描写ってあんまり関係ないよね、多分ね。おー、スメシワールドなんだね。一応画像止めて見てるけど、新武器の情報はなさそうな感じですね、今のところね。これ面白いよな、スメシワールドのワンチョウだと思うんだけどさ、水没してて面白いな、スメシワールドが。新しい敵へなし。あ、でね、ここ見てもらいたいんだけど、本来行けないとこのスメシワールドの壁が濡れるようになってる。グリル攻略は今イカちゃんが戦ってるところで攻撃してグリル止めて、コンテナ周辺で納品できるようにしたいですね。光バイは心折れそうですね。いやー、光バイどこで止めればいいかちょっとまだ見えてないですね。もうちょっとなんか壁見たい。裏の壁どうなってんのかよくわかんないですね。ちょっと濡れる高い壁とかがあると、そこで張り付いて時間稼いで、その間に味方に納品してもらうとかできるんですけど、その壁が今んとこどこだか見当たってないって感じですね。新しい変化はこんな感じですかね。おー、こんな感じなんだ。肩パッドが、なるほど、いる。柱もいる。今さ、一瞬見えました？肩パッド肩役になってたぞ、公式も。肩パッド肩役委員会のものです。早くやりてー。12月1日あと2週間か。いや、待ちきれねえなー。ビックラめっちゃ楽しみですね。みんな一緒にやりましょうね。では、本編やっていきましょう。本日の構成はノアブラスター、バリアブルローラー、ジムワイパー、ジェットスイーパーです。ステージがムニエールということもあってですね、高台の部分からジェットスイーパーでタワーであったりとか、柱、根付いた柱に対して強く出れます。これがジェットスイーパーの強みですね。このジェットスイーパーを持った人が、いかに動き回るか、多くのタワーであったり柱を倒していくのかが重要になってくるんじゃないかなと思います。そしてこのジムワイパーですね。意外と知られてない可能性があるので、超簡単に解説するんですけど、このバルーン、ドスコイと同じ HP400 の、HP400 バルーンなんですけど、これドスコイと一緒なんですけど、フルチャージした状態で接近して切ると一発で倒せるっていう強みがあります。ドスコイをワンパンできるということを覚えておいてください。で、そしてバリアブルローラーですね。このまあ、ローラーはもう、ローラーはあんまり解説する必要ないかもしれないけど、こうやって中ジャケ小ジャケに対しては一回で引けるので、振るよりは引くことを想定して戦ってもらえると非常に助かります。縦振りで爆弾を一発で倒すこともできます。覚えておいてください。ただ、距離が遠いと、この通り、威力減衰でワンパンできませんのでご注意ください。そしてノーバーブラスターですね。射程は短めなんですけど、爆風で中邪気まで一発で倒せます。ドスコに対しては2発。もうかなり優秀ですね。で、足元も結構濡れます。なので、生存もそんなにきつくないかなと思います。ということでですね、今回非常に武器編成良くなっております。が、しかしながら、塗りを取られると非常に厳しい4種の武器編成になっています。柱、爆弾、雑魚処理。この3つをしっかりと行っていかないと、足元の塗りが取られて、囲まれてやられてしまうという可能性が高くなります。ご注意ください。非常にやりやすい武器が揃っております。スプラトゥーンをやり込んでいるプレイヤーにとっては、非常に乾燥しやすい編成となっているはずです。ステージも割と簡単なムニエル。早速遊んでいきたいと思います。お願いします。サーモナンやってるとバッチもらえるじゃないですか。あ、スプラトゥーンやってるとバッチもらえるじゃないですか。なんか、それでね、その中でもちょっと難しいやつ。難しいというか時間がかかるやつ。敵を1000体倒したらもらえるバッチ。もうなんか出たらしい。いるらしいよ。あ、1000体だったかな？何体だったかな？ごめん、ちょっとそこが曖昧で申し訳ないんだけど。やべ、モグラが。いや、こうなるときついのよ。ありがとう。ほい。柱は早めに倒したい。やばいよね。あれ、金色のバッチって、何体倒せばなんだろう。1000体かな。いや違う、1000体って銀だもんね。だから、え、1万体かな。やばいな、1万体ってやばいな。俺今どれくらいなんだろうな。今自分がどれくらいなのかわかんねえんだよな。
とりあえず全敵の銀は持ってるんですよ。ほっほっ。ってことは1000以上は倒せる。鉄器が割と最近ゲットできた銀なんで、どうなんだろうな。一番倒してるのは多分タワーとかだと思うから、タワーとか鉄板とかモグラとか。あれ、そうだな、4、5000くらいは倒せると思うんだけどな。楽しみだね、俺の初金何になるんだろう。さあ、もらうの。でもすごいな。俺今バイトの総プレイ回数2200回くらいなんですけど、なんかその人4500回くらいだし、半端ないね。500時間で2200回って結構プレイしてる方だと思うんです。上には上がいるね。すごいね。自分の倍やってんのやべえよな。マジか。もう1000時間くらいやってるってことなのかな。間違えました、これ。やばい。これ下、降りたな、握手はね。せめてじゃあ、こうしようか。鉄板とモグラ両方持ってきますわ。こうとこうかな。これで多分やってくれるはず。オッケー、完璧や。狙い通り。雑魚処理もしっかりやって。オッケー、塗りがね、弱いからさ、このダイバーがめっちゃ苦しいんだよな。あ、タワー出てる。タワー、2体出てる。これまずいね。あ、でもタワーやってくれたっぽくね。早い対応が。あ、待って、撃ててなかった弾が。びっくり。ジェットだとちょっとね、雑魚処理が厳しいんで、今カバーに行きました。ポーン、ポン、ポンと、タワー出た。肩パッドも今一瞬出てましたよね。最低ラインの肩欲にはしておく。うわーい、こんばんはマルチミサイルさん、こんばんは。ありがとう。はいはい、かぶった。ごめんごめん。もう一個ぐらいが限界かな。オッケー、34個。柱倒さないとやばいよな。今みたいにノバでもさ、動けるから、まあ全部ジェットスイーパーに任すっていうのは厳しいから、ちょっと気、聞かせるのもね、あり。ありありあり。ノバブラスターの人は、まあ補助というか、見てあげてほしいかな。なるほど。なー。手伝います。敵を倒せたけど、ちょっとやばいな。引き寄せられてねえんだよな、敵が。大丈夫かな、これ。あ。柱やります。倒せろ、倒せろ。危ねえ。よし、モグラも連れてこれたかな。ダメか、カニか。ちょっとこうっすねー。あ、遅い動き。こうっすねー。こう、よし、こう。あー、マジか、ダメだった、間に合わなかった。やべえなこれ多分。まずこうでしょ。いや、ヘビ来た。押された、やばい、死ぬ、あと1回で死ぬ。これナイスナイスナイス。あと4つ、大丈夫、落ち着いていけばいける。ふうふうふう。オッケー、危ねー。男の品、よっしゃ。あ、横綱くんのか。誰かゲージ溜まってたっぽいな。横綱戦で肉まん食いてー、デザートにプリン。ジムエッパ来い。お、来た。
配信中ちょっとやったんだけどな、うまくいくかな。とりあえずちょっと塗りますね。俺カニタンクなんだよね。これ初動カニでもいいんだよな。ちょっとカニを使います。いやこれはまずい、これはまずい。ちょっと待ってね、ちょっとタワーの竹取りながら無理なんだよな。これ正面に入らないで、ちょっと横からこうやって切るのがめっちゃ強いんですよね。でジャンプする間に一回回復入れて、あと塗りもちょっとやります。ちょっと待って、タワー厳しい。これ正面入っちゃダメです、潰されて死ぬんで。待って、ここ来たくなかったけど、でも行くしかないな。普通に4発当てます。あーやばい、死ぬ。あぶね、危ない、倒せろ、行け。おーよいしょー、OK、ナイスー。あぶねー。あんまりメインで攻撃してるところ見れなかったんだけど、これめちゃめちゃ強いんですよね。ただちょっと操作がむずくて、そう、真正面入っちゃうとお腹で潰されてやられちゃうんですよ。かなりダメージ与えられるんで、タゲ取りは結構ジムワイパーおすすめです。横綱戦のジムワイパーね、ぜひ参考にしてもらえればなと思います。お疲れ様でした。こちらのチャンネルでは新シーズン始まりましたら、主にビッグランの攻略を頑張っていきますので、サーモラン好きの方はまた動画配信遊びに来てもらえると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。